き続きお邪魔させていただいて、そこでこんな企画を行いたいと思います。はい、題して全員で目指せフルコースお魚クイズ。鴨川シーワールドレストランでは本格的なフルコースが食べることができます。ここでですね、フルコース料理を目指しまして、お魚にまつわる常識クイズや漢字の読み書きクイズなどに挑戦していきます。はい、獲得できる料理の数が全員が正解した場合のみです。さすが全体責任や。誰か一人が間違えてもあれだし、はい、ってことなんだよね。はい、誰か一人だけ書いていても全員が答えられなかったらダメです。みんなで、ね、ないけど不安だね。不安はありますけど、マスクラ君調子いいんですよ。うわ、そうですよ、見たの通り。見たの通り。じゃあクイズいきますか。はい、はい、いきますよ。レッツクイズ。ジェラリモサランヘア。では早速第1問からやっていきましょう。レッツ、はい、まず第1問目は天才をかけた問題になっております、はい、おー、なるほど、大事だ。いきます、こちら。サケの卵は何という。いや、優しくない。おー、え、俺ガチで分かっちゃったよ。これは分かるでしょ。分かんない方がおかしい、これは。あ、やばい。うん、あのマジで、あのうちの左の人、天才なんで、はい、今、ピンと来てないです。マジで、マジで分かんない。そうなんだ、さすが。でもまあ、お寿司で考えれば分かっちゃう。あ、そうそう、お寿司。そうそう、うん、お寿司。生きてきた中で絶対食べたと思う、これは。スクラ、え、お前もかけた。皆さん、かけましたか。嘘でしょ。じゃあ一斉に答えの方をオープンしていきましょう。マジで答えはこちら。ジャガベビイクラ、イクラ、イクラ、シシャモ、イクラちゃんブナナ、イクラ。え、待って、え、何、え、待って、いや、ごめんごめん、でもこれマジで、マジでガチでやった。そうそうそう、ね、そうそうそう、いや、分かんなくて、で、イクラもちょっとパッて出たんだけど、なんかちょっと酒っぽくないな、系統があって思って。え、タラの子供は。嘘、嘘、嘘、嘘。タラの子供は、タラの子供は、お前口に明太子、タラコ、タラコ、リザクト。そうです。あ、うん、え、シシャモが普通に大人になって鮭になると思ってたから。俺シシャモって卵じゃないですよね。あれ食べ物だよ。卵なんて今さかなんですよ。だったじゃん。ええ、今日マジで飯食えないしかもこっから難しくなってくる。え、そうだよ、マジで。ちょっと俺なんか何回か唾液飲んだもん今。第2問はですね、スープがかかった。魚編の漢字を全員で20個かけ、相談なし。オッケー、順番で回っていきます。一人一字ずつやっていきましょうか。はい、僕からこちら。はい、うわー、新鮮の線です。はい、俺それしか分かんなかった。はい、ゲーター、オープン。ででん、これあったぞ。何ですか、それは。サバ。おお、まあ、良しとしてもいいんじゃないでしょうか、こちらは。実際はですね、え、なの、いい感じになりますね、サバは。サバって読めるから、サバ読みちゃう。続いてカイト、オープン。カツオ、すげえ、すげえ。さあ、続いて、シメカネ君。俺、正直に言うとさ、思い浮かばない、あんまり。なんとなくは、これがあるかわかんないんだけど。あー、らしいなぁ。いや、よしいな。どうする？パスして、一回パスして、一回パスして、なんか考えれるかもしれない。あ、俺もなんか怖くなってきた、これ。俺めっちゃ怖いわ。いきます。バン。お、サメ。サメ。サメじゃないです。知らねえよ。変態。続いてマスクラ君。いきます。はい。せーの、ドン。マグロ。あ、出る、あ、正解。決まった。うわぁ、ヨイル君はどんな感じが出るのか楽しみですね。はい、私が書いた感じはこちら、ドン、ハモ。何それ、ありますね、すごい、ハモ、正解。さすが、すげえ、すごいね。これで折り返し地点の10問正
解でございます。道遠いですね、これ最後の先。では、はい、僕も取っちゃいますね。はい、ゆっくりこちら。うわ、書かれてた。正解。やべえ、全部書かれてる。うわー、やばい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 。うわ、待って、俺も現代いけるか。いきます。はい、せーの、ボン。どっちだ。ファイナルアンサーどっちですか。こっちで。こちらの漢字、魚編にフンです。この漢字は、すごい、ほら、見覚えあったもん。すごい、マジで。ラッキーラッキー、よかったね。ラッキーラッキーラッキーボーイ。じゃあ俺はパス使わせてもらいますね。すいません、わかんないんで。じゃあ、締め頑張ろうかな。一回もまだ答えてないからね。うん、何の魚が好きとかないんですか。俺はタイとか。タイ、タイは絶対見たことありますよ。金目鯛の字を思い浮かべてる。あ、ちょっと待って、じゃあこれでいきます。魚辺に菊の草冠ないバージョンですね。ありますか。おー、うわー、やった。菊、うわー、すげー。てっきりシメが新しい漢字作り出したのかと思った。めっちゃ嬉しい。すげー。こちらです。魚辺にマイルです。アジですね。ありがとうございます。続いて、源太くん頑張れ。これね、あったと思うんだよ、これ行ってみよっかな、これ。これ魚に竜。では、魚辺に竜あるんでしょうか。いい問題出してきましたね。これは3つかかってるんですよ。
まずマグロとカツオは一緒なのか、サバカなのか、サバカっていうものがあるのかっていう問題だよね。あとサバカはあるの？あります、あります。皆さんご存知の通り、サバカっていうものは存在します。めっちゃヒントじゃないそれ。で、ここはね、取りに行きたいんだよ、やっぱり。でも、俺、カツオとマグロの共通点って言ったら、鉄っぽいぐらいしかないんですよ。あー、いや、わかるわかるわかる。もう、究極言っちゃうと、ボディライン、銀に縞模様が入ってる。で、サバも、縞模様が入ってるのかもしれない。正解はこちら。でね、皆さん、まる、ま、おここに来て、まる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 、まる。正解は、わあ、社畜やったよ。よかったー。いや、本当にありがとう。両方とも鈴木姫、鈴木木、サバカ、鈴木木、よっしゃ、マジ、サロインステーキ、香味ソースを、やばい、やばい、あー、めっちゃいい匂い、これやばいな、マジ嬉しい、マジ、お待たせしました、お待たせしすぎたのかもしれません。あー、あー、せーの、いただきます。うわ、うまっ、やばいやばい、やばっ、やばっちゃうね、うまい以外出てこないよね、今ね。せーの、ごちそうさまでした。では行きましょう、最終問題です。あとはデザートをかけた問題となっております。ね、お肉を食べた後ですから、正解して美味しいデザート食べていきましょう。はい、では最初問題、こちら。今日お世話になったシャチ。笑ってる笑ってる。オスかメスか。ちなみに体長5メートル、体重2トンです。あれでもさ、さっき言ってなかった？なんで？知ってた気がするけど。知ってたような気がする。やめてください。見てもわかんないかもしれない。あ、来た。え、来たんだけど、マジで。マジ来たんだけど。すげえ。待って。待って。待って。これ、メスですね。あ、メスだ。でもあれがそうかわかんない。いや、わかんない。わかんない。あ、待って。あのさ、わかんないけど、女性って頭いいじゃん。あ、確かに。めっちゃ思うね。いや、メスだって思うよ、俺は。俺も思う。じゃあ、これでみんなで間違えたら、また食えないわけだから。そうだよ。じゃあもう一人ずつ出していきましょう。こちら、メス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 、そしてメス。一応、はい、その条件をされましたね、もらえる、はいはいはい、これで正解が合ってれば頼む頼む頼む、これ祈るしかない。性別は、まあ、よっしゃー、ラビちゃんだ、ラビちゃん、そうだ、まだラビちゃんだ。日本の水族館で生まれた初めてのシャチです。そうなんだ、大変なんだね、きっと。パリッパリ、表面。おお、やばい。え、なにこれ。これがブリュレですよ。うわ、めっちゃうまい、これ。うわ、せーの、ごちそうさまでした。さあ、ということで問題全部終わりました。はい、あ、どうでしたか。あ、苦戦苦闘でしたね、最初の方は。最初の方は俺もう本当になんか怖くて、もうみんなにね、かけたくないなと思ってたけど、なんか最終的にこうやって美味しいものをいただけて、あ、なんか良かったなと。さすが、ししゃも。あんだけね。
それでは宮近さん、今日の総評をお願いします。画面壊すなよ。鴨川シーワールドでディナー、シャチと共に最後じゃん。以上、トラビスジャパンでした。シャッシャンがいることでね、シャで喋りましょう。シャイよ、シャイコー、シャンシャン、最高の次男。本当に最初だったね。最初シャカシャンシャ、最高だったよね。ありがとう、シャンキュー。シャロイン主題歌。おお、さすが。